大和工作絵小大名行列戦闘の中間。石川流戦とは、江戸時代の浮世絵師。死刑不明。作は、石川諸信、または、杉村治兵の画風とされている。聖は石川、縄俊行俗称伊沢門。画背剣、川松県流船とゴース。下作名は、踊りうぐいす県。江戸図鑑項目犬の浮世絵師の項に、 浅草石川伊沢門敏行としてその名が見え、浅草に住んでいたことが知られる。作画期は上京から聖徳の頃にかけてで、原読期の主要な絵師の一人と言われている。作は主に公職本、知史など、半本の挿絵を描き、下作も執筆する。一枚絵は、あまりないが、造帝武器用絵によれば、流線の一枚絵で、原読頃と思われる単純素朴な傘を指した版画が、 あるという。また、日本図、世界図、江戸図の木版地図の作画を手がけており、それらは、流線図と呼ばれている。特に、芸術性と実用性とを備えた日本図は、長久保石水が登場するまで流行し、日本海山潮陸図は安永7年まで、約90年、再版された。神杉和を、 地図から読む江戸時代、ただし、書いた朱日、流線図と、赤水図には安永7年以後の番が2種、指摘されている。ありがとうございます。